皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬ものバツクイズです。歯磨きを嫌がる場合、いつも使っている道具を見直すと良い。答えは丸です。例えば、歯ブラシに抵抗があるという犬には、面と向かわず後ろから顎の下に手を添えて、指にガーゼを巻いて歯茎を優しくマッサージするようにして磨いてみましょう。歯ブラシを使う場合も、犬用に市販されている美味しい味のする歯磨き粉をつけて、少しずつ慣らしてあげましょう。以上で愛犬ものバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。